白山信用金庫は石川県金沢市に本店を置く信用金庫である。旧名称は北陸信用金庫、旧愛称は北信。2020年9月7日に白山市に本店を置く旧剣信用金庫と対等合併し名称を変更した。本店のある金沢市以南の石川県南部を営業区域とする信用金庫。旧北陸信用金庫は 1971年に石川県南部の三信用金庫が合併して発足。合併前の三信用金庫の営業地盤である白山市、小松市周辺に支店が多い。業務効率化のため営業区域が重なる旧剣信用金庫を2020年に合併。当面は店舗の統廃合は行わない予定となっている。2020年の合併時点。なお、 白山信用金庫をはじめとする石川県内の信用金庫はすべて県内全域を営業区域と定めていない。あわず駅前支店2020年時点。現在の店舗は公式サイトの店舗 ATM 一覧を参照。前述の営業区域のうち、河北市、河北郡二町、加賀市には出店していない。旧北陸信用金庫では2006年9月4日から 平日の間独自の営業時間を16時まで延長していた。これは都市銀行、地方銀行も含めて北陸3県の金融機関では初めての実施である。2003年には白山市にある商業施設アピタ末頭店にサテライト店舗北市が佐賀お広場を開設。ここでは通常金融機関が休日となる土曜日、日曜日宿費及び 窓口業務が終了した夜間でも出入金業務を通常通り行っていた。商業施設での店舗開設と夜間営業は北陸地方の金融機関では初めての取り組みであった。ATM では北陸地方3県内に本店を置く信用金庫のカードに限って ATM 利用時間内にかかわらず入出金手数料が終日無料で利用できるほか、 北陸3県以外の信用金庫のカードでも、平日8時45分から18時までの入出金、土曜9時から14時までの出金に限る手数料が無料で利用できる。北陸信用金庫に関するカテゴリー、ありがとうございます。